我が輩は猫である。同居人の宗介には先生と呼ばれている。先生、今日もおすすめの本を教えてよ。ふむ、そしたら今回は芥川龍之介が書いたカッパを紹介しよう。早速あらすじを話していくぞ。これはとある精神科病院の患者が語る物語だ。それは3年前の夏のこと。山登りをしていた彼は疲れたので岩に座って食事休憩をとっていたそうだ。ふと腕時計に目をやったところ、ガラス面に気味の悪い顔がちらりと映り込む。素早く振り返ったところ、そこにいたのはなんとカッパだった。彼は捕まえようと飛びついたが、カッパはスルリと逃げ出す。そこから彼とカッパの追いかけっこが始まった。やがて彼が追い詰めると、カッパはクマザサの中へ飛び込んだので彼も後を追ったところ、そこには穴が。その穴に落ちてしまった彼はいつの間にか気を失ってしまったのだった。気がつくと彼は大勢のカッパたちに取り囲まれていた。しかも眼鏡をかけた医者風のカッパが彼の胸に聴診器を当てている。彼の目が覚めたことに気づいたカッパたちは彼を担架に乗せてどこかへ運び始めた。道中で周りを見渡すと、カッパの世界の街並みは銀座とそう変わりない。しかも自動車まで走っている。やがて彼が乗った担架は先ほどの医者のカッパの家に到着。そこで彼は穴から転落した時に負った怪我の治療を受けた。さてそれから1週間後、カッパの国の法律により彼は特別保護住民として医者のカッパの家の隣に住むことになった。しかも人間であるという特権で働かずに食べていけるという信じられないほどの好待遇を受けたのだった。カッパの国で暮らす中で彼はだんだんカッパの言葉が理解できるようになってきた。そして治療してくれた医者や最初に出会った漁師、資本家、哲学者、音楽家、詩人などカッパの知り合いもたくさんできる。カッパたちと交流しているうちに彼はカッパの習性に気づき始めた。それはカッパは人間たちが真面目に考えることをおかしがるということ。例えば人間は正義とか人道とかのことを真剣に考えるものだが、カッパたちはそんなことを聞くと腹を抱えて笑い出す。そんなカッパたちの社会に彼は徐々に順応していくのだった。しかしそこへある事件が起こる。その事件とは知り合いの詩人がピストルで自害したこと。事件以降彼はだんだんカッパの国にいることに憂鬱を感じるようになってしまう。そこで彼は元の人間の世界へ戻ろうと決意するも、ここへ来る時に落ちてきた穴が見つからない。困った彼は知人のカッパに相談すると、町外れに住んでいるカッパに聞けば国を抜け出す方法がわかるかもとのこと。早速教えてもらった家へ出向くと、その部屋にあった天窓から元の世界に帰ってくることができた。さてそれからしばらくは人間世界で暮らした彼だったが、1年ほど経ったところで事業に失敗、カッパの国へ帰りたいと思うようになった。彼はそっと家を飛び出し汽車に乗ろうとしたのだが、そこで警察に捕まってしまい精神科病院へ入れられる。彼の話では入院してから何度かカッパの知人たちが見舞いに来てくれたらしい。その証拠に彼は空向こうの机の上に黒百合の花束が載っているでしょうというのだが、そこには何もない。そして彼がカッパの詩人の詩集を読むと言って手に取ったのはただの古い電話帳なのだった。というわけで今回はカッパのあらすじを紹介した。ただここで話したのはあくまでも本の内容の一部に過ぎない。少しでも気になる部分があったのならぜひ実際に本書を読んでみてくれ。うん、僕も早速読んでみるね。ああ先生、今日はどうもありがとう。